回もない、ごめんなさい。いやいやわ、なんだ、なんなんだろう、なんかバグってんのかな、やっぱり。すいません。よいしょ、ここも置いちゃおうかな。倒れませんように。いい、これでいつもと変わらない、何にも見ない。でもはい、千日なんです今日は。おめでとう、私たちゴキちゃんおめでとう。こんばんは皆さん。あ、初見だって、初めまして、ありがとうございます、見に来てくださって。猫キャットさん、パチ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 、ありがとうございます。ライフハートもありがとうございます。そうなんです、今日は千日なんですよ。すごいよね。ニコラスさん、ハート1000個ありがとうございます。100個1000個、選手に引っ張られちゃった。100個ありがとうございます。もまめ素敵だったよ、恥ずかしいわ、ありがとうございます。そうなんです、今日は千日なんですよね。そう、あの今日前髪が全然うまくいかなくて、こんなことなって前でにゃにゃ今日センター分けになりました、うまくいかなかった結果。あ、皆さん千日おめでとう、ありがとうございます。おめでとう、うちら。猫キャットさん、あーなんて言うんだっけこれ、あータツノトシゴ、ありがとうございます。メガネずっとかけてたからここに跡ができちゃったメガネの跡恥ずかしい、嫌ですね、メガネの跡です、これは照れてる猫キャットさん貝殻ありがとうございます。え、めっちゃメガネの跡めっちゃ目立つくない？超恥ずかしいけど、ここにないんだよな、ファンデーション的なものが。猫キャットさん、人でもありがとうございます。そうですね、この千日間と言いますとすごく長いような短いようなって感じですよね。あ、待って、ファンデーションあった、クッションファンデがあった、天才かも。ダメだ、絶対に消えないこれさ、常に 鼻やっとく。常にクマも隠しとく。はい失礼しました。はい、隠したあんまりメガネだとなりませんでした、残念。カナピーナッツ足ですね。大阪のタースさん、ハートありがとうございます。ネコキャットさんもハートありがとうございます。ホノさんもハートありがとうございます。ネコキャットさん、ダルマもありがとうございます。ダーさん、かわいい、ありがとうございます。赤に会いたい、私もみんなに会いたいですね。もうかれこれ1ヶ月ほどでしょうか、1ヶ月経てないくらいかですね。もうそもそも人間に会っていないので、私は誰かに会いたいなって気持ちはありますね。これどうにかなんないのか、こうか、こうしたらいいのか、こうだな、はい。ニコラスも可愛い、ありがとうございます。そうですね、よいしょ。でも毎日なんか配信してるといいですね、やっぱりコミュニケーションが取れるのでいいなと思ったりします、私は。お披露目から千日だってやばくない？結構さ、千日ってさ長いよね、だって3年弱ですってなってたなんですよ3年弱なんですよ千日って、やばくない？もう
そんな経ったんだって感じ。びっくり。びっくりな。猫キャットさん、うま、ありがとうございます。GG もありがとうございます。そう。ね。すごいよね。そんなに長い間、ご帰省と一緒にいたなんてびっくりだわ。色ついた血色感。よいしょ。そう、本当にびっくりじゃないですか。こんなね、私は吐いた時はだって何歳だったんだっけ、15歳、高校1年生だったんですよ私あの時。まだ今はもう高校終わってしまいました。やばくない、ね、時が経つのって本当に怖いよね。そんな人がさ、高校卒業してしまうんですよ。やばくない？どうなんだろうでもさ、ご帰省と会ってたのはさ、千日よりもさ、もっと、ま、前やんな。もっと長い間一緒にいるんやけど、ご帰省とは。びっくりだよ、早かった、結構早かった。だってなんかあっという間になと思ってたけど、まあそのうちにさ、いつ1年ちょっとで、まあ外にあんまり出れない時期とかもさ来て、半分以上、半分くらいか、ちょうどそれくらいかな、ちょうど半分くらい外出てないっていうか、まあこうパッパラピーに何にも考えずにお外出たりとかできなくなってさ、難しいねんな。そうだから早かったなって思いますね、あっという間。そうなんですよね。よいしょ。なんかな、なんかまっすぐなった髪の毛がそう。でもなんか多分皆さんが私たちを見てる時間の感じ方とうちらの進み方ってなんかちょっと違うと思うんですよ、ね、だってさ、人生の長さによってもさ、感じる長さって違うじゃないですか。だって私にとって3年っつったらって、今私18歳だから6分の1なわけですよ。人生の6分の1くらいを思い出してるのと、わかんない、だって例えば30歳の人からしたら10分の1なんじゃないですか。重要度でだいぶ違うと思うんですよね、それって。今まで過ごした時間の何分の1かで、その時間の価値というか、なんていうのかな、感じ方が違うと思うんですけど、そういう意味ではもうなんかすごいよなと思いますね。いぶきとかもっと大きいと思います。だっていぶきが入ったのが13歳とかやろ、で今15歳だから5分の1で、やばくない？16歳か15歳か、どっちだ、12歳で入ったんだっけ、いぶき、わかんないけどだからそのくらいやからさ、5分の1くらいをさ過ごしてるわけよ、ここで。やばいね、これって大事件よ、そんな。伊藤ゴムさん、小判ありがとうございます。 HKT 神おじさん、かわいい、ありがとうございます。そうだからもうね、こちらからしたらもうめちゃめちゃ長いですね、時間で言ったら。でも充実してたというか、なんかいろんなことしてたりとかするから、まあ過ぎたことって大体全部あってもなと思うんですけど、まあ、でも長いなと思いますね。やばいよね。佐藤恵沙さん、かわいい、ありがとうございます。猫キャットさん、花束ありがとうございます。白熊さん、ハートありがとうございます。大阪のタス、千代の子ありがとうございます。そう、何が言いたかったんやっけ、忘れちゃった。ね、何が言いたかったのか、ああそう、あ、全然関係ない話ね、もう昨日か一昨日くらいに、あれがね、新しい生写真が発表というか公開されたんですけど、あれやばくない？すごいさ、可愛いよな、ドレス着てさ、
なんか別のショットをね載せたので、ぜひ皆さんツイッターを見てほしいんですけど、あれさ、なんかすごいね、なんかアレンジしてよかったんですよ髪の毛。いや分かると思うんだけど、アレンジしてるから、そう、髪の毛のアレンジ OK っていう写真だったんですよ。そうだからびっくりしちゃって、なんかもうワクワクしちゃったわけ、すごい、どうしようどうしよう、何しようみたいな。そうニコラスさんハートありがとうございます。ご令嬢じゃないですね、あれは、あれはパーティードレスだっけ、なんかそんな感じのパーティーみたいな感じのイメージでした確か。そうあれね、めっちゃさ、何したのかな、結局ハーフアップみたいなのしてもらったんですけど、もうなんかヘアアレンジするのがすごい楽しくて、みんなとね、そこ近くにいる子規制とかと一緒に、へ、どうしようどうしようみたいな、どうしよう、何にする、私どれにしようかな、どれにしようかなみたいな感じでみんなで話しながら決めたんですけど、楽しかったですね。やっぱいつもできないことをするというのはとてもレアで楽しかったですね。大阪のターさん、かわいい、ありがとうございます。そうレアじゃない、うん、そうあれは結構大人っぽいテイストだったから、大人っぽいね髪型にしたんですけど、まあ、いつかちょっとこうなんか可愛いよみたいな感じのテイストでもヘアアレンジができたら嬉しいですねって思いました。白熊さんハートありがとうございます。初めましてだって、初めまして。